はい、こんにちは。今日も殺戮の天使続きやっていきたいと思います。はい、多分今回か次回でエピソード3終わるとは思うんだけど、はい、ザックのフロアに到着したところかな。ザックのフロアに到着、そうだね、そう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 。一番下の階、早く取って戻ろう。なんかあれだろ、ザックと最初に出会った場所の中にあるものか。うん、これさ、俺思うんだけど、ザックって読み書きができないって言ってたよな。そうだね。じゃあこのダイとか書いたの誰と思う。そういう演出をしてるんじゃない。あ、そういうこと。うん、そういう部屋の演出だからこの塔の管理者が作ってる。ああ。こんな綺麗なレイアウトできるわけないじゃん、ザック。できるわけないんだよ。ここ、え、ここだっけ？そこだね。打ち付けられていた木材は外れてしまっている。中は薄暗くてよく見えない。うん。この中？うん。初めて入る。この部屋、すごく散らかってるけど、人がいた感じがする。ザックがいた部屋か？うん。もしかして、ここでザックを過ごしていたのかな？急がなきゃいけないけど、少し気になるな。あ、これ包帯か。そうだね。ぐしゃぐしゃに落書きがされ、破られた雑誌がある。その周りには、文字を真似たような落書き、うわあ落書きが書かれている。ザックが書いたのかな？そうか、ザックは字が書けないもんな。うん。床の上にカラフルなシリアルが散らばっている。欠けた器の中にあるシリアルは炭酸飲料でドロドロに溶けている。うん、このジュースじゃ美味しくなかったのかな。汚れた使用済みの包帯が床に投げ捨てられている。炭酸飲料の空き缶が床に転がっている。このジュース好きなのかな。お、なんか落ちてるな。うん。同じジュースばっかり転がってる。机の上には汚れたナイフが置いている。ザックが言ってたのはこれのこと。ずいぶん汚れてるな。それに少し錆びてる。手入れはあまりされてないみたい。でも不思議。刃はよく切れそうだ。持っていこう。おう。おう。ナイフを手に入れた。あと少しだけ何かないか確認してから行こう。食べかけのスナック菓子が床に落ちている。中身はもう湿ってるな。もうあと洗面所？うん。赤黒いものがこびりついた洗面台と汚れたままかかったタオルがある。もしかしてずっとこのまま使ってる？おお、全部見たかなこれで。傷んだソファーに汚れた毛布がぐしゃぐしゃに置かれている。ボロボロで硬いスプリングのソファー。毛布も薄くてきっと寒い。ソファーの間に包帯が一つだけ転がっていた。ああ、うん、包帯を手に入れた。包帯、え、よかった。やけどの薬はないんだな。多分もう何もないはずだ。早く戻ろう。ザックはここでこんな風に過ごしていたんだ。知らなかったな。そういえば知らないな。ザックのことは何も知らない。戻ろう、ザックのところに。うん。教えてって言っても多分 B6 での目的は果たせたのか。ええ、だから早く B2 に戻りたい。よかろう。
それでは戻るとするか。お願い。教えてって言ってもさ、うん、俺のことはいいんだよとか言いそうじゃない。うるせえって言われる。お前には関係ねえ。うるせえ。言いそうよな。言いそう。絶対言うわ。あら、ザックがいない。どうした？いない。ザックがいない。ふん。そんな目で私を見つめても何も出ては来ない。それは本当なの？ああ。やはりこの不幸の連鎖は君が原因だ、レイチェル・ガードナー。さっきからどういうこと？私は知らないって言っているのに。B5 にダニーはいたかね？私は彼だけその身のありかを把握していないのだよ。真面目で思慮深い彼がなぜおかしな行動を始めた？それは君が原因だろう。いや、ダニーの原因じゃない。そんなの、私のせいじゃない。レイチェルのせいちゃうで、言うて。それより、ザックを探さないと。待ちなさい。私はずっと君の行動を見ていた。そうか。ここの歯車を狂わせている君がどんな存在なのか、私は興味が湧いたのだ。それが悪影響を及ぼすものであれば、裁きを下さなければならない。ただ、ザックの薬を取りに行く姿には、私も少し希望を持った。しかし、それも間違いであったようだ。君の行動はあまりにも身勝手で、容赦がなさすぎる。それに君は最初に答えていたな。なぜザックを生かそうとするか。それは己を殺してほしいからだと。ああ、レイチェル・ガードナー。君の行動のすべては自己愛に違いないのだ。決めつけんな。違う。違わない。確かに私はざっくり、私を殺してほしいと思ってるけど、それだけじゃない。ザックは私に、私を殺してくれることを神様に誓ってくれたから。神父相手にそれはまずいんじゃないか。おお、オルガンが鳴り出しました。失笑されてます、レイちゃん。レイチェル・ガードナー。君はザックが神に誓ってくれたと言ったが、誓いをしたとして、その誓いを神が選ぶか君にはわかるのかね？他の者が同じ誓いを立てたとして、どちらを選ぶかは君の御心次第ではないかと思わんか？神だな。君のじゃない。あ、神の御心次第ではない、ないかと思わんか？そう。めちゃくちゃ話変わってる。君の御心だったらやばくなるな。だいぶ話が変わってくるよ。もし神の御心が君の願いと違ったとき、君はどうする？失礼。酷な質問だっただろうか。失礼だな。さて、君に判決を下す前、準備をしなければ。え？甘い匂いの。これは。さあ、レイチェル・ガードナー。審議はまだ続くのだよ。おお。さっきのは、私、一体、何をされて。強烈な柔軟剤の匂いを嗅がされたんだな、多分。シュッてなる。神の御心。うん、私のことはいい。あの人がいない。お前もうザック大好きだろ。あ、違う違う、多分あれじゃない。神父がいないじゃない。ああ、そういうこと？早く、ザックを探さないと。お？何？蛇。大きい蛇？ジャイアントスネーク。逃げなきゃ。おーっとー、おいおい、そこ
まで足は速くはない。速かった、速かった、速かった。お、ザック、起きて、ザック。ああ、大きな蛇がいるの、逃げよ。何言ってんだお前。ほら、そこに。おい、早く後ろの扉から逃げなきゃ。おい、早く。ああ、うせえ。え、あ、幻覚、うん、あれあれじゃねえよ。何わけわかんねえこと言ってんだお前。でも大きな蛇が。なもんいねえよ。何やりってんだ。もう一回頭殴るぞ。やめて。次割れる多分。いや、ダク、帰ってきたと思ったら話通じねえし、ビビるだろうが。ビビらしちゃった。お前、やっぱり一人だとろくなことなんねえな。ごめんなさい。ザック、大丈夫？どうしてこんなところに移動したの？いたんだよ、あいつが。ダニー先生。せやで。おお、そうだよ。なんで知ってんだ？死体がなかったから。そうだろうな。あの野郎、調子に乗りやがって。体がうまく動かねえから殺し損ねて逃げられしまった。先生は何か言っていた？ああ、ああ、知らねえ。お前が気にしなくていいことだ。もう黙ってるな。知っとって知らねえって言ったな。これあれだろ、だからレイちゃんの目がどうのこうのとか。そうそうそう。くり抜いて、ってことよな。うん。そういうことを。なら直したるわ、言うたんな。そう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 。そう。多分それをレイちゃんが聞いたら、うん、レイちゃんは自分の目を差し出すと思うから。ああ、だろうな。うん。それよか、お前。ちゃんと生きて帰ってきたな。うん。あ、どうした？ごめんなさい。薬がなかったってことか。うん。ああ。B5 にあった薬が全部なくなってた。そういえば、ダニーの野郎、薬を持ってるみたいなことを言ってやがったからな。やっぱり先生が。お前の目差し出したらくれる言うとったわ。めっちゃ喋る。めっちゃ喋るじゃん。全部喋ったよ。おい、B6 はちゃんと言ったのかよ。言ったもん持ってきたか。それは、うん。それがありゃ十分だ。おい、貸せよ。これでいいの？よし。これなら思うように使える。そのナイフはザックの？なあ、もともとはこっちが俺の持ってたもんなんだよ。おい、じゃあ行くぞ。待って、ダメ。まだ動いちゃダメだよ。お前もしつけえな。あんだけ寝ればもう動ける。待って。ならせめて、ザックの傷を先に縫わせて。やめろ。俺の体に触るな。何もすんな。なことしなくても、俺はこんなとこで死なねえよ。そんなのダメ。なんだお前。ここに来てから妙な顔しやがって。ん？なあお前、B3 の女がいたこと覚えてるか？ああ、ちょっと覚えてない。ああ、ダメだ、なんか最近記憶消失。ああ、確かバーンって言ったんだ。じゃあ私もバーン言ったな。あの女の言う通りだと思うとムカつくけどよ、ありゃな、間違っちゃいねえんだよ。違う。ザックも私も道具じゃない。そこじゃねえ。なことはお前から一度聞いたんだから覚えてる。じゃあ？俺は化け物なんだよ。
化け物はそう簡単にくたばらねえ。そうだろう。そうだな。だって電気椅子しなかったら、そりゃ化け物だ、ザック。それは認めようよ。さすがに認めよう。あ？なんだよ。変な顔してんじゃねえよ。普通化け物って言ったらそういうもんだろうが。だったらそうなんだよ、俺は。それが普通なんだ。化け物って電気椅子耐えれんの？おい、ぼーっとしてんじゃねえよ。どっちにしろ薬がないんだったら進むしかねえだろ。行かねえんなら置いてくぞ。待って、一緒に行く。じゃあ、早くしろ。でも、言っとくが、俺は今、走れねえからな。うん、わかった。血の跡がある。もしかして、ダニー先生の。でしょうね。さあな。まあ確かにあいつも血みどろだったけどよ。血みどろ？なのに生きてたの？防弾チョッキ着とってん。あと輸血したわ。なんか服の下に細工をしてたんだとよ。とにかく、先生が薬を持ってるなら、先生の言った方を追いかけなきゃ。そんな安直なわけねえだろ。血の跡をたどろう。バカかお前。走ろう。走るで走るで。こっちの扉が開いてる。それに血もこっちに続いてる。何先生が通ったのかな。せやで。あ、走らしくいないんだ。ちゃんと前を言ってくれんねんな。優しいな、ザック。ねえザック。あ、どうした。ザックはさっき自分のこと化け物って言ったけど、人間じゃないってこと？じゃあ聞くけどよ、お前にとって人間ってなんだ？何をどうすりゃまともな人間なんだよ。そりゃわかんないけど、あなたはまともじゃないと思う。神の望むもの？ああ？なんだよそりゃ。お前バカの一つ覚えか。バカにバカ言われたくないな。ちょっとな、ちょっとやだよな。ザックが言いたいのはあれだろ。人間は人間でもこの心の話をしてるだよな、多分。うん、きっと。そうそう。まともな人間ってなんだっていう。そういうことだよな。うん、とにかく俺は何であろうとまともなんだ。あ？まともなんだ。普通なんだよ。それしか知らないから。それとも何か？お前の言う神様は化け物に殺されるのは許せねえ、許されねえのか？うん。違う。そんな意味じゃない。そんなこと、ない。何マジになって返事してんだよ。ああ、なんかくだらねえこと言っちまったな。くそ。行くぞ。あ、ダッシュできない。あ、できなかった。ダッシュできないんだ。できなかった。ねえ、ザック。ザックは、そのナイフがあった部屋で過ごしていたの？それがどうしたんだよ。なんとなく気になって。炭酸ばっか飲んどったあかんのかい。あ？さっきの話もそうだけど、私、ザックのことを何も知らない。だから、なんでだろう。なんとなく気になったの。なんだよ、それ。意味わかんねえ。あの、でも、あの部屋、もう少し掃除してもいいと思う。うっせえな。もう戻らねえんだから関係ねえだろうが。あ、間違えた。間違えた。引き裂かれた蛇の絵が飾られている。おお、びっくりした。おい。何か、音が。蛇か。蛇？おい、ぼーっとしてんな。今度は本物だ。走れ。先に行って出口があるか見てこい。ああ、くそ。ナイフじゃ一気に切れねえ。おい、早く行けって言ってんだろうが。わかった。
ある。鍵もかかってない。ザック、こっち出口がある。行くから待ってろ。早く、ザック。におったのか。ザック。ざけんなよ。ほら今走れねえし、カモを使うのもだるいんだ。無理させんじゃねえよ。ザック、違う。おい、行くぞ。ヘビは全部殺せてねえんだ。わかった。移動しよう。わあ、違う。くそ、また力が入らねえ。もう動いちゃダメ、休んで、本当に死んじゃう。だから、俺はこんなんで死なねえよ。ダメ、ダメだよ。なんだその顔。ザック、とにかくここで休んで。ここから先、私一人で行ける。今度こそ薬を見つけてくるから。なあ、本当に。お前さっきからなんだ。ぼやけてんのかな。え？暗い顔しやがって。なんか後ろめたいことでもあんのか。違う、私は。それより本当に早く薬を取りに行かなきゃ。だから俺の質問を無視すんな。それにてめえが一人で行けば死ぬだけだろ。あ、私銃があるよ。これがあれば先生がいても。じゃあその銃貸してみろよ。やだ。ああ、絶対渡さない。なんかあんの？なんかあんの？あ、無理無理。やだ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 。おい。やだ。やだ。やだよ。貸せ。ああ、弾出ねえな。なあ、弾の入ってね、銃持って行ってどうすんだよ。どうするつもりだ。実はポシェットの中に弾がまだあって。ああ、くそ。お前これじゃ本当にただ死にたいだけじゃねえか。俺に殺される気あんのか。いや、ハンカチの中にまだ銃弾があって。なのに、お前は俺の生き死にに必死になってるしよ。俺に何求めてるんだよ。何考えてんだ。だからポシェットの中にザックが神に誓ってくれたから。結局それかよ。化け物相手にんなもんまともに信じてんのかてめえはよ。ザックは嘘は言わないんでしょ。ああ、そうだ。誓ったのは嘘じゃねえよ。なら。でもな。でもじゃない。神なんざ、この世にいねえんだよ。はぁーん。おぉ。はぁーん。違う。はぁ。確かに神様がいないと、私。どうすればいいのか。でもザックのは神様に誓ってくれただけからだけじゃない。もし誰かに神様に誓われたとしてもそれはダメなの。じゃあなんだよ。それはわからない、わからないの。
ごめんなさい。なんだよ、本当に。お前はよ。笑え。え？でも、今はうまく笑えるかどうか。下手くそなのは分かってんだよ。いいから笑え。エディやん、それ。ザック？俺は寝る。お前は好きにしろ。おい。ん？持ってけ。まあ、てめえが使えるとは、思えねえけどな。ザック。じゃあ、今回は、ここまでにしましょうか。この後だと30分ぐらいあると思うから、次が、最後ぐらいかな、多分。気になりますね。まあ、薬を取りに、今からレイちゃんが、はい。行くところですかね。そうですね。でもこの先には多分、ダニー先生も、いるとは思う。うん。どうなるのか、お楽しみに。はい、お楽しみに。ということで、ここまで見てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。また次も見てください。はい。それじゃあ、またね。